大日本印刷。大日本印刷株式会社。大日本印刷。略称 DNP は世界最大規模の総合印刷会社。東京証券取引所一部上場。コンセプトワードは P&I ソリューション DNP。本社は東京都新宿区市ヶ谷加賀町。ライバルは突版印刷。連結売上高では劣るものの。 財務内容において優位性を保っている。1876年、明治9年の創業以来の印刷技術と情報技術を強みとして、1950年代よりた分野進出を図り、健在分野へ進出したのに始まって、情報産業や生活産業のほか、ディスプレイや電子デバイスなどのエレクトロニクス分野にも進出し、世界トップシェアを獲得している製品もある。 最近では、環境、エネルギー、ライフサイエンス分野にも事業を拡大している。拠点は日本を中心に、アメリカ全土やロンドン、パリ、オランダ、上海、台湾、シンガポール、シドニーなど、全世界に広がる。現在、国内拠点である、市ヶ谷地区を再開発中。地上125メートルの高層棟と27メートルの低層棟に、企画開発。 営業、本社機能などを集約し、既存の市ヶ谷工場は環境に優しい印刷工場へ進化させる。その他、体育施設や文化施設などの建設を予定している。さらに、これら諸施設の周囲には、緑地、市ヶ谷の森を整備するなど、周辺の景観と環境に配慮しつつ、地域と調和した開発を進めている。2009年、平成21年から工事に着手し、 2017年、平成29年の竣工を目指しているが、2018年現在、未だに工事中である。DNP は、国内外の SRI インデックスに組み入れられている。前身は1876年、明治9年10月9日に創立した集英社である。1935年、昭和10年2月26日に、日清印刷と合併し、 大日本印刷となった。その後も日本製版、現、大阪工場、公益印刷、現、DNP チューブ、北日本印刷、現、DNP、北海道などと合併して、全国規模に拡大した。集営者は、佐久間定一を中心に、広志二海、大内青蘭、安田久成が、共同出資して、活版での印刷会社として、 東京京橋の野財門町に創立した。社名の名付け親は、かつ回収で、英国よりも優れた技術を身につけよとの思いから命名された。佐久間が大教員の教会新聞発行を引き継ぎ、その印刷のために、活版書を買い取ったのが由来である。収英社は主に新聞印刷や、中村正直の最後クリ編の活版による再版などに代表する。 書物の印刷会社として発展した。その頃、活字の供給は、印刷局と築地活版のみが行っており、創立当初は活字を購入していたが、1881年、明治14年、安田の草案のもと、地母、府警を購入し活字の自家鋳造を開始、さらに1882年、明治15年、山下町に成分堂を設置、それを本格化させた。 築地活版や印刷局の書体を受け継ぐ五号系統と筆跡新しい書号系統の2書体はここで形成された。明治30年代半ばのことである。後に修英体、修英型とも、特に書号系統を言うと呼ばれた書体群で活版印刷減帥の後も社食書体やデジタルタイプとして復刻され、また大日本印刷の書体として、 ポイント生活時、弁当語形を経ながらも使用され続けている。日清印刷は東京専門学校、後の早稲田大学の印刷所として創立した。しかし、一般の印刷も引き受けるようになり、1907年、明治40年に会社組織を作り、工場も設置したのである。創立に関わったのは高田さなえらであった。1913年、 対象2年のオフセット印刷など、積極的な技術開発も試みた。近年は、既存事業に関連する会社を中心として、M&A を積極的に行い、規模を拡大している。2006年、平成18年10月、コニカミノルタホールディングスが、写真フィルム、インガシ事業から撤退したのに伴い、これらの事業を譲り受けた。現在は、 子会社の DNP フォートルジオを中心として同事業を行っている。2008年、平成20年に、丸禅、純駆動書店、図書館流通センターを次々に子会社化した。また、2009年、平成21年には長きにわたって出版業界の目の敵だった、新古書店最大手、ブックオフコポレーションに出資し、持ち分法適用関連会社とした。 その他、2009年、平成21年に、出版社の主婦の友社を、持ち分法的要関連会社に、2014年、平成26年に、連結し会社化、2010年、平成22年には、文教堂グループホールディングス、洋書販売のお松堂、書店、2016年、平成28年2月に、丸ンが合併し、現、 丸善お松堂を相次いで連結し会社化するなど、出版流通業界再編のキーマンになりつつある。2010年、平成22年2月には、子会社の丸善、図書館流通センターを統合し、CHI グループ、現、丸善 CHI ホールディングスを設立した。また、同じく子会社の純駆動書店及び、お松堂書店についても、2011年、 平成23年2月に CHI グループに参加させた。2010年、平成22年11月、CHI グループと共同で、国内最大級のハイブリッド型総合書店本とを開設した。コミックから、文芸、ノンフィクション、ビジネス書など、数多くのジャンルの本を取り揃え、PC、iPhone、iPad、ドコモ、スマートフォン、ドコモの、ブックリーダーに対応している。 一般書籍向けに提供する電子、書籍閲覧用ソフトフォントブックは、電子書籍の標準的なフォーマットへの対応に加え、画像系電子書籍に対応する大日本印刷独自のイメージビューアーを内蔵。コミックについては専用の閲覧用ソフトフォント、コミックを利用する。フォントは、2011年、平成23年1月より、NTT ドコモとの共同出資会社にダファクトで、 運営している。2012年、平成24年8月、三井物産が保有する日本ユニシスの普通株式の一部2072万6410株、発行済株式総数の約18.90%、議決権割合約22.08%を取得し、日本ユニシスを持ち分法適用関連会社とした。 急速に拡大する IT 社会に対応するため、幅広い IT リソースノウハウの強化が重要として、IT 基盤の整備、強化の観点から総合的に検討した結果、三井物産の保有する日本ユニシスの普通株式を取得し、日本ユニシスとの間で業務提携を行うことが企業価値向上に資すると判断したもの。過去には活字供給も手掛けていた。 修営隊という故障には、西文堂が整備した号数活字の書体に加えて、ポイント活字として、新規開発された数種の書体、戦後弁当向きに開発された書体の2種が該当する。前者は、さらに初から4、6号の系と5号の系とに分類でき、前者は西文堂で開発された書体、後者は築地活版の明治10の20年代の5号活字を、 受け、印刷局の金を混合するなどして調整した書体あった。最初活字を購入していたのが、母系を開示か鋳造するようになり、そして、父系の開発を始めたのが1890年代半ばであった。まず4号の開発から始まり、明治30年中ように大体の完成を見せるが、開発は対象にまで及んだ。5号以外の初号から6号は、 月地活版の活字を受けつつも、自社独自の風の書体であった。5号の計は1902年、明治35年頃、新活字に改まった。合数活字はサイズごとに書体がすべて異なっていた。また、2号から6号までには太かながあった。修営者の活字書体は、病長体のラインナップがよく知られるが、その他にも、電気版などの図版。 ケゴシックや霊行層などから、ひげ文字などの雑書体の開発もなされていた。電気版は日露戦争の号外などで用いられたし、雑書体は明治後期から第二次世界大戦前まで盛んに開発されていた。明治周期に築地活版がポイント活字を提唱したのを受け、ポイント活字の開発を行った同社は、外注などで合数を相当するサイズにほぼそのまま、 い込んだ他に、新設のサイズに書体を新しく作ったが、1948年、昭和23年から60年後半に、A1 書体と呼ばれるベントンやパンチなどの機械式活字母系彫刻機向けの書体が新作され、その後の社食書体や電子書体の開発に使われた。社食書体として、 宇都市県より初号活字を復刻した修英名庁が発売されたほか、1981年、昭和56年、森沢より修英三号、修英五号のファミリーが発売された森沢書体は、コンピュータフォントとしても発売されている。戦後の弁当書体は、大日本印刷の印刷物に幅広く用いられ、大日本で印刷を続けていた印刷物を電子化する際に、 書体も第二本のものを合わせた。慣れた書体を使いたいという要望から、電子書籍のソフトウェアに搭載したりするなどの展開が見られる。また、ディスプレイ向けに低解像度用の書体も開発されている。2007年、平成19年に、平成の大改め国と称して、本文用の明朝3書体のリニューアル、見出し用書体、修英書号明朝のデジタル化に取り組んだ。 2009年、平成21年に、修営名庁エロー森沢より発売以降、修営大ファミリーを順次発売された。現在は森沢の他に、フォントワークスからも一般販売されている。事業内容は多岐にわたっているが、一般に社名から印刷物を作る会社とイメージされていることが多かった。 電子書籍ストアなど生活者に提供するサービスが育ってきたこともあり、DNP のことを知ってもらう機会を作ることが課題となっていた。社外への情報発信と社内を盛り上げることを目的として、社名の D と N と P の3つの文字からできている、ペングウィン、DN ペンギンというオリジナルキャラクターを開発。キャラクター企画は佐藤雅彦。 2012年5月からインターネット上のペングウィン広報室や新聞、テレビ、駅、デジタルサイネージなど様々なメディアに登場し、DNP の未来の当たり前を作る。活動の情報発信をしている。DNP グループは大日本印刷及び子会社139社、関連会社27社で構成されている。2010年、 平成22年3月期の優化証券報告書で在職30年社長の北島義都氏の2010年平成22年3月期の報酬が7億8700万円だったと明らかになった。同社長は前社長の北島織江の長男。この報酬はこれまで明らかになった中では日本人最高額である。報酬の内訳は 大日本印刷からの基本報酬が7億1000万円で大半を占めた。2010年、平成22年3月期決算は最終利益は232億円と直近ピークの2006年、平成18年3月期の3分の1程度の水準にとどまっているものの、全2009年、平成21年3月期の最終赤字からは幅に回復してはいる。また、トップと 社員、従業員平均年収647万円の年収格差は122倍と、こちらも日本人トップとの差では最高であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。